はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビッシュです。では今回は信長の野望天下創生続きをやっていきましょう。まあまずは何といってもね、機内の攻略戦ということで三好北畑、この辺りを打ち破っていかなきゃいけないんですが、三好も北畑も硬くてなかなかに苦戦というのが正直なところなので、今回は、まあ、計略を中心にしっかり敵の弱体化を図っていこうというところですね。でそのためにまずはどっからする？お金はあまりないのでやれることは限られているということを考えると、内容だな、口上、ここに数正あたりを出したいけど、まあ知略の高い半兵衛を出しましょう。常任、これが忍び込んだね。で引き抜きができるんであれば引き抜く。引き抜きたいのはどうだ、そごう、そごうね。三好の一門は引き抜きようがないからな。明智秀光、吉岡定勝、この辺りだったらいけるかな。ちょっと一旦は進めちゃいましょうということで、内容さらに入れていきましょう。まあ、内容に応じそうなのは松永久秀とかね、三好の配下にいるはずなんで、そのあたりしっかり見届けていきたいなというところなんですが、まあお金がなくなりましたね。商人がいるんで、せっかくなんで金を確保するために兵糧を売りましょう。これでまとまった金ができた。で鉄砲はどんだけ買える ?500 しか買えないか。軍馬は、軍馬は1800買える。軍馬買おう。でこれで金ができたんで開発、そうだな、兵数が欲しいんで宿場、これを秀長に。で金がなくなった。いやー結構苦しいね。そうなると兵糧をさらに売る、金は売れないか。命令回数が終了してるね。では時間を進めましょう。松永久秀か、御所にいるな。失敗したか。松永藤隆、松永久秀、この辺り欲しいな。久秀は秀吉でどう。よし、寝返る時期の見極めは久秀、孤立にかかるとはいえ久秀の内容に約束ができたね。あとは どんどん引き抜く。久秀はできたでしょ。上雲は、上雲はダメか。まあそうだよね、どちらかというと。あとは倉庫、倉庫は無理だな。吉岡定勝、ここに山崎、ダメか。しょうがない、時間を進めましょう。で次、金をまずは兵糧を売って金を得ましょう。出た、残りの回数を使ってまずは引き抜き。明智はどう。明智、明智に対してこの中で相性が良さそうなやつって誰もいないからな。しょうがないね。そしたら内容の人間を送り込もう。
これでもう一ターン進めちゃって、次のターンで引き抜いて、さらにその次のターンで副地上に攻略を仕掛けに行く。これでだいぶ固まってきたね。金もある、兵糧もある、兵もある。よし、満を持して引き抜こう。まずは、藤高が寝返ってくれるとむちゃくちゃありがたいんだけどな。まあ藤高は無理か。藤高ガンガン引き抜きたいんだけどね。あとはこの中だとどうだ、山名。松永久秀ぐらいか、成功しそうなのは。となると金があるんでしっかり開発もやりたいんで、こればっかりにうつつを抜かしていられないっていうのがね、若干悲しいところなんですよね。で治安も回復させておこう。治安隊長がいないんで、まあ、ここはクスノキ打たせましょう。さて、では出兵していきましょう。攻略、副地城に向けて兵を出しましょう。まあ、ここに松永久秀が参戦してくれるのが、まあ、絶対条件ではあるんですが、両馬にできないかとなると、信長を一旦軍馬に変えよう。これでいく？まあ敵をできれば本陣に引きつけたいところなんですけどね。味方の他の陣はぶっちゃけどうでもいいんで。で敵はおそらく援軍が出てくるぐらいの余裕はあるはずなんで、敵が出てきたね。そうしたら、よし、これで赤い隊を完全に取り囲もう。そうだろう。そして次は三好。で五詰め用の稲葉隊、これも三好長慶に向かおう。てか全軍で三好長慶だな。三好長慶対撤退に追い込めればこの合戦勝てますからね。うまいこと敵の総大将が出てきてくれた。よし、残りの敵の兵力、その数3000、味方9600。これは確実に落としたい。というわけで、門から突破していく。まあ絶対にやっちゃいけないのはね、力攻めだとは思うんですけど。まずは破壊して略奪して敵をおびき寄せよう。
せくだされ。出てこないか。信長は前に出したくないんでね、なんかあった時のためにという意味では。我慢強いな。しょうがない、攻め込むか。不本意だけどね。まずは敵の城門突破という意味ではここだな。この矢倉は硬いけど、この矢倉突破しないと話にならないからね。あとはもう総合体に向かっちゃうというのもありだな。秀吉の部隊も危ないね。滝川の部隊も危ないか。そしたらいよいよ信長も出しましょう。ここは確実に勝利したいからな。よし、まあ苦労したけど福知城は攻略したね。覇者の道を極めたわけだな。覇者ができたわけなんで、これで一大野戦が可能と。これ一気にあれだな、三好に対して決戦を挑めるな。
いや、そうは言うけどさ、織田家信長まだまだこれからって感じなんだけど。やってくれるな。とりあえず副事情に誰か人入れないと話にならないね。副事情には、どうする？田中義政、山崎。この辺りを入れて、あとは丹羽長秀を入れようか。さらに毛利、この辺りもいれば万全でしょう。で、これで一旦完了でしょう。で、さらに登用できるんだったら登用しちゃおう。信長自ら登用。金もあるし、やれることは全部やろう。今はとにかく兵士数が欲しいんで、武家町、宿場町、この辺りを重点的に作っていきます。で、さっき見てもらった覇者のイベントが起きてるんで、この後は決戦に持ち込めるんで、いつでもどこでもそれなりの戦力を派遣できるような、兵の状態を維持しておくっていうことが多分重要になってくるし、兵が集まれば一気に三好に対して決戦を挑んでいきましょうか。その流れを作るために武家町中心に今回建設しました。んでは、ターンを進めていきましょう。さて、あと荒木村重どうだ？荒木村重、いやー、田中義政じゃダメだ。ここは秀吉。荒木村重はダメか。荒木村重がいるとだいぶ変わるかなと思ったんですけどね、戦力的には。では今回もまずは武家町を一つどっかに建てましょう。で、お金はもうすっからかんになってくるんで、まず治安を一つ。これは信長ではなく秀長に。で、商人がいるなら、そうだな、これ見ると、2万以上が必要だって話だよね。であれば金をかき集めよう。清洲城にめちゃくちゃ金貯め込んでやがるな。何？多くの物資が奪われた？ふざけたことしてくれるな。で、これで金をかき集めたんで、安土城にできたでしょ。で、さらに金は余ってるんで、
軍事攻略。一気に蹴りをつけたいな。室町御所攻略戦。敵の数1万1000か、数は多いな。また長吉を攻略する。それが出てくるのを待ちましょう。御所さえ抑えればこちらのもんですからね。敵が兵を進めてくるのを粘り強く待ちましょう。松永久秀の内容はまだ早い。そのタイミングじゃないですからね。敵に援軍が到着した、そのタイミングだと思うんですね。来たね、援軍が来た。これで援軍が来たことによって敵がどう動くか。長吉はここ、動く気配はないな。さあ敵と目の鼻の先まで来たぞ。あとは敵がどう動くかだけど、下がろう。そしたら下がる。敵が寄ってきたら下がる。引き寄せましょう。長吉の本体をもうちょっと引きつけたいんだよな。前進。前進。お任せくだされ。よし、三好長慶隊、さらに松永久秀を寝返らせよう。これで長慶の本体を叩く。逃げられるか。逃げられるね。しょうがない、土方隊を撃破するか。信長は大丈夫だね。撃て撃て。放て。任せくだされ。任せくだされ。ひるむな。
何、ここで光秀が寝返るか。やってくれるな。長吉にも逃げられるな。大逆するか。光秀に寝返られるというなんとも散々な結果だったな。光秀ね、前線に出すべきじゃなかったかもしれない。まあただ副知城は依然こちらが確保してあるんで、まあしょうがないな。そしたら一旦ここまでにさせていただいて、また光秀を攻略するところから進めていかなきゃいけないですね。苦労したんですが、そうすると次の攻略目標はやっぱり室町御所になるんで、御所に向けて兵を進めていきましょう。で、まあ、開発とかね、そのあたりをやるところから次回やっていきたいと思いますので、今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。